続いての話題です。杉並区役所2階の区民ギャラリーでは現在、義足を使うアスリートやアーティストの生き様に焦点を当てた写真展、切断のヴィーナスが開催されています。笑顔で大きく躍動する義足の女性。この写真を撮影したのは、国内外でパラアスリートやアーティストを撮影し続けている写真家の越智貴雄さんです。この写真展、切断のヴィーナスは、東京2020大会を前に越智さんの作品を通して、杉並区内のパラリンピックやパラスポーツの機運醸成を目的に開催されました。会場には病気や事故などで足を切断した人が義足を使用するようになって笑顔を手に入れた姿を写した作品およそ40点が展示されています。越智さんは2000年開催のシドニー大会の時にパラリンピックに出会い、感動したことをきっかけにパラスポーツの撮影を始めました。そしてアスリートの撮影のほか、切断のヴィーナスプロジェクトとして義足女性のファッションショーを開催するなど、写真をはじめ多様な表現方法で義足女性たちの美しさやエネルギーを発信しています。会場では杉並区内に住む義肢装具師臼井文雄さんが制作した義足を写した写真も数多く紹介。臼井さんはパラアスリートのための競技用義足をはじめ、ファッション性の高い義足など、これまでの発想を超えた義足の開発を進めています。そんな臼井さんが作る最高峰の義足と生き生きとした女性たちの姿で、作品を見た人が前向きに人生を歩む、その一助にしてもらいたいと越智さんの願いが込められている写真展となりました。切断のヴィーナス越智貴雄写真展は、来週22日金曜日まで杉並区役所2階区民ギャラリーで開催されています。なお19日火曜日には越智さんと臼井さん、そして写真のモデルにもなった須川真紀子さんをゲストに招いたトークショーも予定されています。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。